はい、ということで裏近畿の極をね、新しく追加されたやつを全て攻略できたんで、まあ、やってみたいなと思います。今回は全体を通して思ったのが、7の極以外は裏でやろうかなと思ってます。裏の7は個人的にはむずかった、地味にむずかったわ。はい、まあ6の話していきますと、これね2分ぐらいで終わったんだよね。表のやつはね結構ね今でもね時間かかったりするから、これは採用するかな、6は。でエドワード・ティーチがいっぱい持ってる方ならこれ艦隊の方がいいかもね。艦隊のアナスタシア1が一番いいかなと思った。これはあからさまにエドワードスイッチを接待しに来てるね、これは。でこれね、全ての弱点はダメージ7倍だから、まあ弱点ゲーなんですよね、普通に強いわ。で思ったのが、貫通キャラクター入れるとだいぶ便利だったから、アナスタシア編成しますね僕は。弱点殴んなくてもこれだから、エドワードスイッチはだいぶやばいと思う。で弱点さえ殴ればいいから、こんな感じに M 字にね弾いてあげると、まあ、簡単に突破できるんですよね。まあ弱点ゲーだねこれは。まあ個人的にアナスタシア編成はおすすめかな、普通に強かった。まあこんな感じですね6は。はい、裏の7は裏女ゲーです。裏女強かったです。バフを与えてダメージを与えるゲームだから、じゃあ裏女1年生やばそうと思って、ペルセウス1の裏女1年生3体ですね。やっぱりこういう系やばいね、裏女1年生はって思った。で青のやつを倒せば攻撃力アップのバフかけてくれて、闇のやつ倒したら攻撃力ダウンされるんで気をつけた方がいいですね。これ裏女持ってる方ならこれでいいと思う。でこれもしっかりとダメージ出しに行って、はい、そこで突破できるんですよね、強いね改めて見ると裏女は。でこれも爆弾を設置させて、まあ、殴っていくよって感じですね。裏上本当にやばいね、こういうのを見ると。まあ属性効果アップ関係なしに、タッチボムは無属性ながらでもえぐいっすね。はい、これで終わりよって。裏7はこんな感じです。はい、裏8ですね。これはねちょっと編成ミスったね。アリナ2のキス系には確かに一番いいんだけど、反射貫通みたいな、そんな感じでやればいいと思う。これね結構グダっちゃったんだよね、だいぶこんな感じにしてしまったせいで、反射2のキスケ2でしてしまったから、反射2ね、貫通2の反射2でこんな感じでやっちゃったから結構グダっちゃった。だからみんなもやる場合はしっかりね交互にやってあげたらいいんじゃないかなって思いますね。まあこれもね結構友情ゲーだった。だからね、ありないね、熱き勇気の力解けるはありだと思う。過激モリモリにしちゃったけど、まあ勇気刺してあげた方がいいんじゃないかなと思ったかな。これはね裏やるわ。めっちゃ簡単だった、キス系があまりにも強かったから。強いね。でねキス系のねチャージショットがあまりにも強かったから、キス系にもね遊撃俺つけようかなと思ってる。いつまで戦うの。でこれ SS で
友情コンボアップの SS を放ってあげて、うん、で最後はキスケでとどめですね。3Pのキスケで、うん、おかしいね火力やっぱり。裏近畿の極9はまさかのアキレウスです。いやーびっくりしたね。でこれね全属性出てくるから闇属性ってのがいいんだよね。アキレウスは、いやーこれは強いわ、度肝抜かれたわ。表の近畿の極球ってやっぱりめんどくさかったじゃん。結構難しかったし負けることって普通にあったんだよね、表の近畿の球って。だからこれは革命ですね、うん、普通にアキレスが倉庫版じゃなくなったのが偉いねと思った。まあこれは採用かな、普通にちょっと厳選はしてあげると思う。アキレスは1体しか厳選しないんだよね、どうせ使わないかなと思ったから。でねこれはね一部の敵は地雷でダメージアップなんだけど、これはねあのボスと玉ねぎとあとなんか鳥かごみたいなやつがなんかそういう対象らしいね、うん。いやこれは強いわアキレス。なんかごめんなって感じだわ。で次が赤ちゃんのところですね。まあこれもご了承でいいと思う。でワープ出てくるんだけどアキレスはアンチワープあるから大丈夫なんだよね、うん。だからボス特攻でいいと思う。はいボス戦と、まあボスはカルマですね。まあこれは弱点めがけて殴るって形でいいと思います。すげえ楽だわこれ。変にパンドラとか他のキャラ入れるよりもアキレスが一番いいね。でねこれ友情コンボもねなかなかやばいんだよなこれ。普通にこれは最強っすねアキレス。ということで裏近畿9でした。裏近畿の極10ですね。これねちょっと編成思いつかなかったんだよね。だからクレオパトラ2のアリスアルファ2体編成しての動画になりますね。まあなんかアリスアルファ強いんじゃないかなと思ってアリスアルファ編成しております。うん、やっぱりね毒キラーとのね相性いいねアリスは。これね誰が一番強いのかねちょっと思いつかなかったんですよね。クレオパトラ強いのはもうあれなんだけど、じゃあ他のキャラ誰が強いんだろうなと思ったけど、んじゃあアイスがいいんかなと思ってアイス編成しておりますね、うん。友情が強いんだよな弱点出てなくてこれだからね、うん。でボス戦ですね。これ毒与えたかったんだけどミスったね。これは完全にこれは僕のミス。でしっかりと毒を振りまいてあげてアリスアッファに当てるとおかしいねアリス強いわ。でこれ横貫ですね、うん。弱点出てなくてこれだからね。
まあね、ちょっと裏近畿の極10ね、結構ね適正幅広いと思う。これ、ね、面白い編成ね、これちょっと教えてほしいですね。皆さんの編成ちょっと裏10はちょっと教えてほしいです、ちょっと僕は思いつかなかったんで、でこれちょっとグラッとしまったんでちょっと早送りさせていただきます。はい、ここからですね。アリスやばいね本当に。でこういう縦感でやったのかな。はい、まあこんな感じでした。はい、僕の裏近畿の極6から10このような編成でやりました。ぜひね皆さんの編成とか教えてくれると嬉しいです。では最後までご視聴ありがとうございました。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。見てくれてありがとう。バイバイ。